宮原光一郎は、日本の児童文学者、英文学、北欧文学者。本名、宮原智久。鹿児島県鹿児島市梶山屋町に生まれ、10歳より、北海道札幌市に育つ。成績優秀のため高等小学校を、飛び級で卒業、鉄道運輸の事務職に就く。20歳で、キリスト教の洗礼を受け、牧師から英語を学ぶ。 オタル新聞記者の傍ら外国文学を読み漁り、英語を基礎に独学でドイツ語、フランス語、ロシア語、イタリア語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語を身につけ、翻訳家となる。ノルウェーのノーベル文学小作家、クヌート・ハムスンを初めて言語から翻訳した。シグリウンセットや、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリの翻訳も言った。1910年頃から、 有島武雄と交流を持った。状況後、1924年、世界文学に参加する。児童文学の創作も行い、童話雑誌、赤い鳥にて54編の作品を残した。1930年代には、雑誌、作品に、北欧文学、ソビエト文学を紹介する記事を書いた。疎開中の1945年に死去し、蔵書は、 北海道大学附属図書館に寄贈された。文部省省下、我は、海の子の作詞者と目されている。詳細は我は、海の子作詞者にて、金星道館、第一次、世界文学のこと。ソビエト文学については、グリアン作、黄金の王の紹介。雑誌、作品第35号、作品者、1933年宮原智久、名義。 ありがとうございます。